長井家風、長井家風、長井家風、1879年、明治12年12月3日から1959年、昭和34年4月30日は、日本の小説家。本名は、長井宗吉、長井宗吉、旧時代、宗吉、郷二金岡山人、金布山人、団長亭主人ほか。長井旧一郎と常の長男として、 東京市小石川区金富町四十五番地、原文京区カスが丁目にて出生。父、九一郎は、プリンストン大学やボストン大学に留学経験も、ある、エリート管理で、内務省衛生局に勤務していた、後に、日本郵船に甘くだった。母、久氏は、父、九一郎の死でもあった、呪者、鷲月堂の次女。東京女子師範学校付属幼稚園、現。 御茶の水女子大学附属幼稚園、小石川区小日向大町、原文京区小日向二丁目に存在した黒田、小学校初等科、東京婦人城市範学校附属小学校高等科、現、東学芸大学附属竹林小学校と進み、1891年に、神田錦町にあった高等市範学校附属人情、中学校、現、筑波大学附属中学校、 高等学校2年に編入学した。また芝居好きな母親の影響で、歌舞伎や邦楽に親しみ、漢学者、岩谷昌泉から漢学を、画家、岡部法からは、日本画を、内閣書記官の岡三教からは書をそれぞれ学ぶ。1894年に病気になり一時休学するが、その療養中に、スイコデニア、八犬伝。 東海道中膝栗毛などの電気小説や、江戸下作文学に読みふけった。彼自身、もしこのことがなかったら、私は、今日のように、老いに至るまで、ひま文字をもて遊ぶがごとき、ユーダの身とはならず、一家の主人ともなり親ともなって、人間並みの一生果てを送ることができたのかもしれない。16、7の頃、岩波文庫よりと書いているように、後の文学活動への充電期間でもあった。 また、帝国大学、第二病院に入院中に恋心を寄せた、看護婦の名、オレンにちなみ、家風の画号を用いたのもこの頃である。中学在学中は、病気による長期療養がもとで一年留年し、幾年間同じ級にいた友達とは、一緒になれず、一つ下の級の生徒になったので、以前のように学業に興味を持つことができない。 私は一人運動場の片隅でちょうどその頃、覚え始めた漢詩や俳句を考えてばかりいるようになった十六、七の頃よりとあるように文学活動を始めていたが、ナンパと目されて、後の元帥、寺内俊一らに殴打される事件にあっている。1897年3月中学を卒業する。同年7月第一高等学校入試に失敗、9月には、 家族と上海に旅行し、帰国後の1898年、旅行期、上海帰港を発表。これが現存する家風の諸情作と言われている。1897年、神楽一橋に新設された、官立高等商業学校、現一橋大学附属外国語学校、現東京外国語大学清志五花に入学し、99年に中退した。 1898年、広津龍郎に入門。1899年、新の留学生らそ三人の紹介で、岩谷さざ波の木曜会に入る。1900年、文芸クラブの三宅政権の紹介で、歌舞伎座に雑木作者として入る。1901年、行政中学の野学でフランス語を習い始め、エミール・ゾラの第一他の英訳を読んで系統した。 1898年から修作を雑誌に発表し、1902年から翌年にかけ、野心、地獄の花、夢の女、女優、七を観光する。特に、地獄の花は森外に絶賛され、彼の出世作となる。一方、江戸文学の研究のために、落語家六代目朝寝坊村久野弟子とって、夢の助を名乗って活動したのもこの頃である。 旺盛な創作活動の一方では、花風の権力に対する反骨精神も作品に反映することもあった。特に1902年発表の新任知事は、叔父の福井県知事、坂本三之助をモデルとしたと言われ、これがもとで三之助は花風を絶縁する事件が起こっている。1903年、24歳、父の意向で実業を学ぶべく、都米へ、 1907年まで、タコマ、カラマズニューヨーク、ワシントン DC などにあってフランス語を収める傍ら、日本大使館や横浜賞金銀行に勤めた。銀行勤めとアメリカに結局馴染めず、たっての願いであった、フランス行きを父親のコネを使って実現させ、1907年から1908年にかけてフランスに10ヶ月退した。 横浜賞金銀行リヨン支店に8ヶ月勤め、当時リヨンは一大金融都市だった、退職後パリに遊び、モーパッソンラ文人の遺書をめぐり、植田里氏と知り合った。外遊中の家風は刺激オペラや演奏会に通い、それが西洋音楽最近の傾向、欧州歌劇の現状などに実った。ヨーロッパのクラシック音楽の現状、知識やリヒャルト・ストラウス、 ドビュッシーなど近代音楽家を紹介した短所と言われ、我が国の音楽史に功績を残している。1908年29歳アメリカ物語を発表。BR1909 年のフランス物語と陥楽は風俗回覧として発売禁止の浮き目に合うが、大敗的な雰囲気や日本への不別的な表現などが嫌われたようである夏目漱石からの依頼により、 東京朝日新聞に霊章が連載され、その他、新貴重者日記、深川の歌などの傑作を発表するなど家風は、新進作家として注目され、王外、宗席や幼い香る、二代目、市川佐段寺など文化人演劇関係者たちと交友を持った。BR1910 年、森王外と上田里氏の推薦で、慶応義塾大学文学部の主任教授となる。 教育者としての家風は、ハイカラーにボヘミアンネクタイという遮脱な服装で、講義に臨んだ。内容は、不都合仏文学評論が主なもので、時間には極めて厳格だったが、関係者には、講義は面白かった。しかし雑談はそれ以上に面白かったと、佐藤春夫が表したように好評だった。この講義から沢木も吉、水上滝太郎、松本康小泉晋三。 久保タ万太郎などの人材が生まれている。この頃の家風は八面六臂の活躍を見せ、木下木太郎らのパンの会に参加して、谷崎潤一郎を見出したり、薬師集、三五集の発表、雑誌、三田文学を創刊した谷崎や泉京花の創作の紹介などを行っている。また、文学者のパトロン的存在だった西園寺金文字にも可愛がられ、 西園寺邸で行われた雨正解に、王外、京華、島崎東村、大町慶月、広津隆郎、田山片平先輩の文学者らと参加した。西園寺は、父と交際があり、西園寺公は、花風君を見て、いや君のお父さんには、随分君のことで泣かれたものだよと笑っていた。岩屋さざ波、私の根弱物語という。 華やかな教授職の一方で芸儀との向上を続けたため、私生活は必ずしも安泰でなく、周囲との圧力を繰り返した。1912年、昭家の娘と結婚させられたが、1913年に父が母子で家督を継いで間もなく離縁している。1914年、新橋の芸儀、8継次、後の藤影静江を入籍して、 マッテイ・サブローや親戚との折り合いを悪くした。しかも、八重次との生活も、翌年には早くも別居。カフーは、京橋くつ寺、厳現中央くつ寺の借屋へ移った。以降再退することはなかった。関係した女性たちについては、自らが、団長帝、日常1936年1月30日の記事に列記している。1九百十年の大逆事件の際、 カフーは、日本は、アメリカの個人尊重も、フランスの伝統遵守もなしに、上辺の西欧化に先進し、体制派は、逆らう市民を迫害している。ドレフィス事件を求断した空の勇気がなければ、下作者に身を落とすしかないと考えたという、花火1919 19年。以降は、江戸の面影を求めて、杖は、先鉄の墓や有利に向かい、 筆は解雇の随筆や下流小説の創作に向かい、1915年に江戸の名残を求めた散策を主題とする随筆、日寄下駄を発表。フランス文学に関しても少なからぬ造形を持ち、アンドレジットやポール・クローデルの現象を読めと更新に進めている。1916年頃には、ミタ文学の運営をめぐって、 慶応義塾側との間に意見の対立が深刻化し、家風は大学教授職を辞している。その後は創作に専念する傍ら雑誌、文明を友人の井上アートともにちあげ、大田植山人、寺門政権、成島隆北などの江戸下作者や文人の世界に反撃するようになった。京を辞して間もなく、与町長の邸内の一軍に戻り住んで、 団長邸と名付け、1917年9月16日から団長邸日常を綴り始めた。団長邸の名は家風が蝶を病んでいたことと秋街道を別名、団長家が好きだったことに由来する。1918年、与町町の屋敷を売り、築地二丁目に空居して、翌年、麻布一米町一丁目、玄港区六本木一丁目に新築した、変機関へ移る。 外装のペンキと己の性癖の変異にかけた命名である。ここでは時折、娼婦や女中を入れることはしたが、最大主家族を持つのは創作の妨げと公言し、基本的には一人暮らしだった。この頃、中期の名作、腕比べ、おかめささなどを発表するなど旺盛な創作活動の、傍ら、佐団寺、幼いのほか川尻生丹、岡鬼太郎、山崎志向。 池田大醐らと交流を持ち、南北仏の復活狂言の演出や江戸期の文人木閣の研究を行っている。1926年、47歳頃から銀座のカフェに出入りする。花風の創作の興味は、旧来の芸者から新しい女給や師匠などに移り、1931年、梅雨の後先、1934年、 日陰の花など新境地の作品を作り出す。この頃各出版社から花風の全集本が発売されたことにより、多額の印税が入り、生活に余裕が生まれ、さらなる創作活動を迎える。旺盛な執筆の傍ら寸歌を惜しんで、友人の神よはは原と銀座を散策したり、江東区荒川放水路の深海地や浅草の観楽街、玉ノ井の支生街を歩む。そんな成果が実り、 1937年、木刀機関を朝日新聞に連載した。随筆では、下町の散策を主題とした、深川の散歩、寺島の木、放水路などの家作を発表した。浅草の経営劇やレビューにも進んで見学し、踊り子や劇場関係者と進行を結んだが、特筆すべきは、1938年、昭和13年に銀座で知った。 作曲家菅原明朗と歌劇、葛飾上話を作って、浅草オペラ館上演したことである。日本人の創作による本格的な歌劇上演の試みとして、話題を集め、成功に気を良くした歌風は、葛飾上話の映画化や、第二作、浅草公共楽の案も練っていたが、時局の悪化で、中止のやむなきとなった。この時のあると長い智子が菅原と結婚し、以後歌風と、 夫婦ぐるみの付き合いになった。戦争の深まりにつれ、新作の新刊上司は難しくなったが、家風は、不沈、勲章、踊り子などの作品や、団長亭、日常の執筆を続けた。総工は、複数部筆者して自由に預け、気球に備えている。戦争の影響は容赦なく私生活に悪影響を与え、食料や燃料に事欠くようになる。 1945年3月10日復帰業の東京大空襲で、返帰官は消防、家風は装甲を抱えて避難したがおびただしい蔵書は、怪人に返した。以降、家風は、菅原夫妻を頼って、中野区住吉町、現東中の四丁目から、明石市、さらに、岡山市を転々とするがその度に離催し、ようよ7月3日、同志祝い門町、 玄岡山市北区三門東町の民家にちつく。すでに六十六歳となっていた家風は、この走行の木にも散策と日記を怠っていないが、旅重なる空襲と避難の連続で下痢に悩まされたり、不安神経症の症状が見られなど体に変調を来す。同行した永井智子の大島和夫宛ての手紙には、最近はすっかり恐怖病におかかりになり、あのまめだつった方が、 横のものを縦になさることもなく、まるで子供のようにわからなくなってしまい、私たちの一人が、昼間一寸用事で出かけることがあっても、困るから出かけないでくれと言われるし、食べた食事も忘れて、朝食べたかしら、なぞと言われる始末です、と花風の状況が生々しく書かれている。岡山県勝山に疎開していた谷崎潤一郎は、恩人の花風宛に、身の回りの品を郵送するなど、 新編を気遣った。8月13日、カフは、勝山を訪れて、谷崎に艦隊され、走行を預けた。8月14日の夜、谷崎が牛肉を準備し、宿泊していた赤岩旅館で牛鍋を食べた。翌日岡山へ戻って、急戦を知った。カフは、帰信夜のごとく、8月30日、村田竹を、音楽評論家が入手した切符で、 同夫妻と、上り列車に乗り、翌三十一日帰郷。このあまりにも唐突な家風の行動に、長井智子は常々帰郷するときは三人一緒と、約束していたのにと気分を害し、私たちの裏切られた気持ちは、心の寂しさは一代の大家を見損ねていた気持ちの、悲しさでいっぱいです。大島和夫宛の手紙よとあるように衝撃を与え、以降、智子は家風に会わなかった。 戦後は、厳しい住宅事情と、インフレによる、預貯金封鎖のため、カフーは、重廷、大島和夫、キネヤ五層やフランス文学者、小西茂屋など、知人の家に同居を余儀なくされた。一人暮らしになれきった彼の生活様式は、同居人への配慮のないもので、大島の三味線の稽古を妨害したり、幼獣のきつい皮膚病治療薬を浴槽に入れたり、 縁側から庭へ放尿するなど、とても共同生活ができるものでなく、周囲と門脈を続けた。ために、知人、愛祖両僧の船橋市、渡積北一丁目の別荘を書斎代わりにしたことも、ある。大島和夫の次男長光と1944年に養子縁組をしたが、1947年夏、家父の一人ごとの走行を、大島の家族が無断で売却した争いが起こり、 これが原因で理研を弁護士に依頼したこともある。作家活動としては、戦中書きためた作品のほか、昭和20年日記の一部を編集した、実際日録などを相次いで発表し、戦時中控えていた旧作の再版などで注目を浴びた。この後、いくつかの新作を出しているが佳作に富むとは言えない。1948年、69歳、菅野、 伝統菅の二丁目に家を買いようやく落ち着いた環境で生活できるようになる。そんな中で1950年、随筆集、葛飾土産が出されている。花風自身も、心身ともに余裕ができ、背広に下駄履きで、浅草や葛飾の旧跡を散策するようになる。1949年から翌年にかけて、浅草ロック座などで、 渡り鳥使える、春城場との街などの花風作のが上演され、花風自身特別出演として舞台に立ち、楽屋では踊り子たちと談笑する姿が、新聞に載るなど話題を集めている。1五十二年、音楽な史上と、高媒な文明批評と到達した、現実感傷の三面が備わる多くの優れた、創作を出した北海道文学の研究、外国文学の移植に業績を上げ、 我が国近代文学史上に独自の挙歩を記したとの理由で文化勲章を受賞する。翌年日本芸術委員会員に選ばれるなど名誉に包まれた。その一方では相変わらず浅草へ通いフランスやアメリカの映画をしげく見ている。創作活動は衰えてはいるが、それでもいくつかの短編が書かれたり、旧作のアジサイが久保田万太郎の脚色で、 新派の花柳木翔太郎により演じられるなど話題を集めた。1954年、恩師、森郊外の三十三回期として、団子坂館長牢跡に、花風記号による、皿の木の碑文が建てられた。この時花風は記念館造営のため五万円寄付、している。1957年、78歳、市川市八幡町四丁目、現八万三丁目に転居。 これが彼の終わりの住処となる。1959年3月1日、長年通い続けた浅草アリゾナで、昼食中、病魔歩行大困難、日常となる。その後は自宅に近い食堂大黒屋で食事をとる。以外は家に引きこもり、病気に苦しむ家風を見かねた知人が医者を紹介しても、全く取り合わなかったという。そして、4月30日朝、自宅で遺体で見つかった。 通いの鉄大夫が血を吐いて倒れているのを見つけ、最後の食事は大黒屋のカツ丼で血の中に飯粒が混ざっていた。胃潰瘍に伴う吐血による心臓麻痺と診断された。傍らに置かれたボストンバッグには常に持ち歩いた土地の権利証、預金通帳、文化勲章など全財産があった。中身の通帳の額面は総額2334万円を超えており、 他に、現金三十一万円余りが入れられていた。雑誌ヶ谷霊園一首一号七川三番の、父九一郎が設けた墓域に葬られた。なお、個人は、吉原の遊女の投げ込みでら、荒川区南千住二丁目の上漢字を好んで訪れ、そこに葬られたいと記していた。宮尾茂夫と住職とが発議し、森夫と野田宇太郎、小田武夫らが、実行委員となり、 計4 2人の発起人によって、1963年、昭和38年5月18日、友女らの新吉原総霊塔と向かい合わせに、谷口義郎設計の指揮と筆塚が混流された。詳細な書士、著作年表は、例えば、岩波版、花風全集の最終巻にある。以下の列記の、印の前は初版、印の後は、 最新と思われる再版重版で、また、例えば19、1902などは、出版の西歴年次である。交換されない類いの作品として、四条半ふすまの、下張りと、濡れずろ増しとがある。ルシンネマの長いカフー参照。1984年以前刊行の文献は、新潮日本文学アルバム23長いカフーの、巻末に記載、新潮社。 1985 ISBN 9長7841億620万6238楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。